遠藤株が爆上がり、原因はカイセド大暴落。サッカープレミアリーグで、チェルシーに加入したエクアドル代表カイセドの株が爆下がりだ。対照的に、カイセドに振られたリバプールへと入団した日本代表ミッドフィルダー遠藤航の株がネット上で急上昇している。カイセドはブライトンからリバプールへの移籍でクラブ間で合意しながら、一転して熱望するチェルシー入り。20日のウェストハム戦で新天地デビューしたが、散々な出来だった。終了間際にペナルティーボックス内で相手選手をスライディングで倒し、PK を与えた。これでダメ押しの3点目を奪われ、チームは1対3で敗れた。ウェストハムは後半22分に退場者を出して10人になっていたにもかかわらず、カイセドらは効果的なプレーができず、ゴールは遠かった。一方の遠藤は、デビュー戦のボーンマス戦で自分が1人少ない状況でピッチに登場。緊張から硬さも見られたが、クロップ監督が、何をすべきかわからないような中でも全く問題なくプレーしていた。と称えた9大点のプレーぶりを見せた。この遠藤とカイセドの対照的なデビューを受け、ネット上では、カイセドより渡る遠藤、遠藤はカイセドより良い選手な上に1億ポンドも安い、ソボスライプラスマクアリスタープラス遠藤イコール1億1100万ポンド、カイセドイコール1億1500万ポンド。片方は10人で戦って3対1で勝利。もう一方は10人の相手に1対3で負けて PK も献上。などとカイセドをからかい、遠藤を称えるコメントで溢れた。カイセドやっちまったな。ひどいパフォーマンスだった。カイセド自爆した。遠藤の方が確かに良かったぞ。みんな単純すぎ。カイセドの本気はエグいぞ。直接対決で答えは出る。チェルシー戦が楽しみです。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。